YouTube のデメリット。精神科医樺沢志穂のカバチャンネル、今日は質問いただきました。39歳男性ヨネさん、小2の息子が寝ても覚めても YouTube を見ています。自分はすでに学歴社会ではないと思っていますし、なるべく自分の好きなことをやってほしいと思いながらなるべく制限をしていませんけれども、将来思うとこれでいいのかと疑問もあります。 YouTube を日々配信している樺沢先生はどう思われますか。今小学生の間でね、この YouTube 動画がすごいね流行っていて、まあ、昔はでもテレビだったのが今テレビを見なくて動画を見るという風になっているという話は非常によく聞きます。逆に言うと小学生や中学生のお子さんからカバチャンネルの存在を教えてもらったっていうね話も最近出たりするんですけども、夢中になりすぎてるっていうことなんですけど、例えばテレビが悪いとかゲームが悪いっていうことを私の本なんかにも書いてありますけども、何が悪いかっていうとインプットばっかりになるから悪いんですね。だから YouTube をそれだけ見てるので、そこをアウトプットしてもらうといいと思うんです。昨日見た中でね、なんか面白いのあったと教えてお父さんにとかですね、そうすると話題にもなるし、最近見た動画の中で一番面白かったやつどんなの、なんでそれ面白いのと、あるいはなんかためになったのあるとか、ね、学んだことあるとか、そういうのをアウトプットするように持っていったらどうかなというふうに思うんですね。でアウトプットを引き出す、アウトプットの訓練をさせるってことですね。インプットだけだと全然勉強にならないんです。例えば読書って頭にいいけども、読書だけでもインプット読むだけで終わると全部忘れちゃうんですよ内容。だから本を読んだら本の感想を話してもらうっていうのがすごい脳を刺激するんですけど、 YouTube 動画でもそれってできると思うので、そういうふうにお子さんが動画を見てたらどんなのを見たのってことをどんどんアウトプットしてもらうっていうねことをしていくと、動画からもいろんなことを学べるんですよってことがね、お子さんも感じ取れるようになるし、動画って言ってもいろいろな動画があります。本当にまあお笑いみたいなやつとかね、エンタメの動画ってもあるけども、こういうカバチャンネルみたく見てためになる動画もありますし、実際カバチャンネルを小学生の方は見ている方もたくさん今いらっしゃると思うんですけども、だから動画が全部悪いってことではないと思うんですね。なので私は動画やテレビやゲームが悪いんじゃなくて、インプットばっかりしてるっていうのが問題なので、アウトプットを増やしていくっていうこととして動画を使っていくといいんじゃないかなと思います。まあ究極のアウトプットっていうのは情報発信なので、そこまで YouTube が好きだったらね、じゃあ撮ってみようかとかですね、自分でも作ってみたらっていうところまで持っていくとですね、全然違う次元に入ってきますね。なのでまあそういうふうに動画に対する興味をいい方向にやっぱり持っていくと、何かに熱中するってことは私は基本的にいいことだと思っています。ですからそこをアウトプットと組み合わせることによって学び、あるいは自己成長っていうふうになるので、ぜひアウトプットってことを意識してお子さんと話してみたらどうかなと思います。精神科医樺沢志穂のカバチャンネル、毎日の動画を見逃したくない方はチャンネル登録をお願いします。登録はこちらから。